愛媛県内の一フォルテ斎場は愛媛県斎場市船屋にあった南ヨーロッパの街並みをイメージしたガソリンスタンド併設のテーマパーク。当時愛媛県内最大級のガソリンスタンドやカー用品店が敷地内にあり、ガソリン販売店の過渡競争による利益減少を併設したテーマパークでの集客力や利益で補うという斬新なアイデアで企画された。 1997年8月にオープンした。事業主体は農村型テーマパークを全国展開している株式会社ファームであり、ファームにとって11番目のテーマパークであった。運営はファームの関連会社である最上石油株式会社であった。営業的に成功すれば全国展開する予定であったが、わずか2年後の1999年7月26日より、 救援となり、そのまま閉鎖された。株式会社ファームの創業者であり、当時の社長だった、久門渡ワは、ファーム以外に10社ほどの企業を経営し、最上石油もその中の一つであった。最上石油は1967年に設立され、久門が社長を務めており、当時愛媛県内外で24カ所のガソリンスタンドを経営していた。 規制緩和によるガソリンスタンド同士の競争が激しくなる中、ガソリンスタンドと欧州風自然公園の複合施設とすることで集客力を強化し、ゆくゆくは全国展開を考えていた。久門社長は中世ヨーロッパをイメージした食と文化を紹介する施設で年間100万人の来客を見込んでいる。全国展開を目指した実験的施設でもあり、将来は 人口4万人から10万人の都市を中心に開設したいと説明した。フォルテ最上のガソリンスタンドは、同社の他店舗より7から8%という価格に設定し、公園施設との相乗効果で年間ガソリン販売量5000キロリットルを見込んでいた。年間売上目標は11億円であった。1997年5月より着工。 1997年8月までに10億円をかけて南欧州の街並みを再現した建物群とガソリンスタンドをオープンさせ1998年4月までにさらに5億円をかけてスポーツ施設を含めた公園部分を拡張する予定であった。入園は無料で園内の物品販売の利益で施設を運営する方針であった。 運営会社の最上石油はオープンに合わせて社名変更し株式会社カステルとなった。キャッチフレーズは太陽と緑に満ちた南ヨーロッパへようこそ。また1998年春には同様コンセプトのガソリンスタンド併設施設のホルテオースを愛媛県大洲市に建設予定とした。愛媛県最上市船屋の愛媛県道13号三部川 新居浜の打線の船屋石風呂交差点近くのグループ企業の工場跡地が用地となった。敷地面積は約4万5000平方メートル。南欧州の街並みを再現した建物群にはイタリア料理のレストランや輸入食料品、雑貨の販売所、ピザやドイツ風パン工房など10店舗ほどが配置された。野外ホールも作る計画でヨーロッパの民族芸能や クラシック音楽コンサートなどを開催が検討されていた。街並みはヨーロッパから13世紀の石材を輸入して使用し、本格的な街並みとした。また、最上市内に1998年3月完成予定の朝日ビール四国工場と提携し、出来たてのビールが飲めるようになっていた。石田民の広場では地元農協の協力で、 野菜や果物の朝市も毎朝開催された。園内には釜紹介の二連式外壁角石タイプの石窯が設置された。他にウインナーソーセージやアイスクリームや土産物等も販売された。庭内にはコスモスやひまわりの花も植えられ、噴水や熊の彫刻なども設置された。建物は南仏をイメージして全て赤い屋根瓦を使用し、壁の色は クリーム色で統一されていた。1998年4月完成の自然公園内にはサイクリングコースやパターゴルフ場が計画された。ゴーカートコースも設けられた。南欧州の街並みを再現した建物群の西側に配置された。ガソリンスタンド部分の面積は約2500平方メートル。利用客が自分で給油する完全セルフ化を見込んだ。 セミセルフタイプの給油所であり、スタッフは給油作業だけ行い車の窓ガラス拭きや灰皿の清掃サービスなどはしない方針で運営された。オートバックスのような携帯の大規模なカー用品店が併設され、車検や整備、車のカスタム化などを受け負った。白い壁にオレンジ色の屋根を配置し、南欧をイメージした外観であった。 テーマパークとの相乗効果によるガソリンスタンドの経営改善は目論み通りには作用しなかった。大須市にホルテオースを建設する計画はキャンセルされた。皮肉なことにホルテ最上のオープンの翌年となる1998年に消防法が改正されセルフ給油のガソリンスタンドが認可された。ホルテ最上は 1999年7月26日より、改装のためしばらく休業という告知がなされ、休園となり、そのまま閉鎖した。わずか2年足らずの営業であった。最上石油改め、カステルが運営するガソリンスタンドは、1997年には24箇所あり、ホルテ最上のガソリンスタンドは25箇所目であったが、2009年には運営する。 ガソリンスタンドは8カ所に減った。1998年5月にはカステルのガソリンスタンド事業がファームに統合される。2003年10月にはファームはガソリンスタンドの運営から撤退する。2019年現在、愛媛県道13号三部川、新居浜の打線の船屋石風呂交差点近くにカー用品店とガソリンスタンドの建物だけが残る。 欧州の街並みは解体され、荒れ放題の林になっていたが、2018年までに今治造船最上工場の社宅として整備された。ガソリンスタンドも長く放置されていたが、2019年現在、東産業の最上給油所として営業している。自然公園は荒れ地のままとなっている。ファームは同時期に類似したテーマパークを至近距離に建設、運営していた。 ホルテ西上から車で15分、距離 10km の場所には、市倉ファームがあり、市倉ファームから国道194号線を南へ、車で10分、距離 8km の鴨川沿いには、石槌芸術村チロルの森があり、ファームによる類似テーマパークが密集する地域であった。ファームは、2店舗目のガソリンスタンド併設のテーマパーク、ホルテオースを、オース市に計画したが、 これは断念された。1998年にエルンテオースというドイツの田舎町をイメージし、ホームセンターとスーパーを併設したテーマパークをオース市にオープンしている。エルンテオースに併設されたホームセンターとスーパーもクモンが経営する会社であったが、こちらも2003年までに閉鎖した。ありがとうございます。